皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は久しぶりに木更津アウトレットに行ってきたので最新情報をお届けしたいと思います。週末母と私のお誕生日の、旅行に行ってきたんですけど、お誕生日は23日母親がお誕生日で24日が私なんですけど、ちょっと前乗りで両親と姉と一緒に旅行に行ったんですけど、横須賀とか横浜を回って房総の旅、館山とかに行ってきたんですけれども、その帰りに木更津アウトレットに行ってきました。はい、旅行の途中だったので次の行程とかがあったりとか両親がいたりとかしてちょっと慌ただしかったんですけれども、ちょっとだけ見てきたので、はい、まずはそちらの様子をご覧いただいて、でちょこっとその後にお話をしたいと思います。では早速スタート。こんにちは、きよみです。お誕生日旅行で館山の方に房総と鴨川に行ってるんですけど、帰りに木更津アウトレットに来ました。これからストーブ見に行きたいと思います。はい、ご覧いただけたでしょうか。なんかね、月曜日だったんですけどすっごい混んでましたね。多分大学生とかがもう春休みとか、あとそうですね、受験でお休み、学校が休みとかだったりするんですけど、とにかく人が多かったり、平日とは思えないぐらい。はい、でストーブ本当にレイクタウンにも全然行ってないので本当に本当に久しぶり、さらに木更津アウトレット久しぶりだったんですけど、やっぱりすんごい聖地は商品が揃ってました。はい、ちょっと撮影ね、本当にバタバタしてたんでちょっと時間もなかったので、本当に入って半分だけしかちょっと撮影して来れなかったんですけれども、とにかくラインナップ素晴らしかったんですけど、なんかわなべがすっごいカラーがもうほんと揃ってて、あとブレイザーも揃ってましたね。で前に私買ったハートのココットがまたありました。あとそうフィッシュシグネチャーのシフォンローズがあったんですよ。すごい可愛かったです。あとはラウンドホットプレートがありました。で私オーバルホットプレートのシフォンローズがすごい欲しいと思ってたんですけど、オーバルはなかったので、あったら買ったと思うんですけど残念ながらなかったです。はい、で 40% になってたのがブレイザーの 28cm ですね。あと 20cm だと思うんですけど、入り口にあれはホワイトかな、カンパーニュかな、多分ホワイトだと思うんですけど、 20cm の、ラウンドが木更津限定で、あと鍋敷きのセットが木更津限定で出てたと思います。多分ド
動画に入ってると思うので、マスタードもすごいいっぱいあったし、ホワイトもすごいいっぱいあったと思います。とにかく本当に商品がいっぱい揃ってました。あと、あ、可愛いって思ったのが14センチのグレーラウンドが2点ぐらいありましたね。はい、もりもりしてました。はい、そうで、わなべ、最初にねお話したわなべがルミナスブルーもわなべ S だと思うんですけどありました。はい、そんな感じでちょっと本当にバババッといってさささっと見て帰ってきちゃったので、でちょっと私胸キュンするものが残念ながらなかったのでせっかく行ったんですけど手ぶらで帰ってきました。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画いいねと思っていただいた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はどうぞよろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。